機械見たことないぞ。ここか。うわ、計算通りってなもんよ。
今度はこれか。あれ？ざっとこんなもんよ。姉ちゃんは？容赦ねえな。もういいです、どうしようもないんです。ついていけないし、帰れっこないし、もうやだよ。一緒に頑張ろう。うちに帰ろうよ。帰ったって母さんは？お父さんは？ホープはお願いしないの？願いを叶える伝説の花火？ありがちな迷信なのに、母さん乙女だよね。乙女で悪いか？何願ったの？来年は父さんも来れますようにって。やだよ、父さんなんかいない方がいい。あの夜、ボーダム遺跡でファルシが見つかったんです。次の日、政府が町を封鎖したからパルムポルムに帰れなくなって。それから無理やりパージ列車に乗せられたんです。母さん必死でした。なんとか家に帰ろうとして、だから戦って乗せられたんですよ、スノーに。あいつのせいなんです。帰ろうよ、ね。お父さん心配してるよ。どうでもいいですよ、父さんだって僕のことなんか。心配しねえ親がいるか。
サツ。なんでもねえ。あ？ほら、行こ。こいつはと。まだ間に合う。うちに返してやるからな。親父さんも必ず喜ぶ。冗談じゃないぜ。ほりゃそれ、うん、父ちゃん、至急せい。
ゃ寸法だ。このロール変更、パルスの船だ。ここまで攻めてきたんだ。来てねえよ。戦争の時もその後もパルスの軍勢が国運の中まで入れたことはねえ。外郭を傷つけただけで政府のパルスに追っ払われたんだ。歴史の授業は居眠りか。まあね。じゃあなんでパルスのものがあるの？黙示戦争の影響でハングドエッジのような外郭に近いエリアに人が住めなくなった。そこでファル氏はパルスから遺物を引き上げて国運の中に新しい土地を作った。その時の余りですよ、こういうゴミは。ゴミの中にパルスのファル氏だのなんだの余計なもんが混ざってたんだな。そうだね。しねえで目の届くところにいろよ。兜のなんとやらだ。話が通じる相手じゃねえか。Yeah!
お手並み拝見だな。いいぜ。この踏ん張れ踏ん張れ。敵のお手並み拝見だな。この、それ、踏ん張れ踏ん張れ。この、うわ。
入ってな。妖怪だ。どうだ。兄ちゃん、元気でやってるといいが。Thank you.